Hey, what's up? 山本です。私は今オーストリアウィーン国際空港に来ております。イスタンブールからターキッシュエアラインズのフライトに乗ってウィーンまでやってきたんですけども、本来の目的地はここではございませんが、今なぜかここにいます。何があったかというと、本来予約していた飛行機に乗ることができませんでした。そしてそのフライトは翌日に振り返ってもらうことにしました。なぜこうなったのかというと、今ここにある僕のスーツケース、これが最終目的地でピックアップする予定がなぜかウィーン国際空港の手荷物のあそこで流れてるんですよ。これがおいおいおい待てよと、これを見逃してそのまま飛行機に乗ったら絶対ロストバゲージになると思って、私は荷物をピックアップして預けようと思ったらカウンタークローズしてるんですよ。てなわけで飛行機翌日に振り返ったので、今回はウィーンの滞在期をお届けします。本当に急遽です。まさかウィーンに来るっていうのも昨日まで決めてませんでしたね。昨日の今頃まさか自分が今ウィーンにいると全く思ってませんでした。超ノープラントリップになっております。てなわけで今回はウィーンの滞在期お届けいたします。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験のある元 V リーガー私山本が旅の情報、フライトレビューなどをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。街中に行きましょうか。いろんな行き方があるみたい。国鉄 CAT だったり、あとは S バーンだかバスだか、いろんな行き方があるんですけど、私ウィーン1回しか来たことないので、どうやってこの前来た時は街中にいたか正直覚えてません。覚えてるのは街中に行ったら誰でも飲める水飲み場みたいなところがあって、そこの水が夏場でも冷たくて美味しかったよっていうことしか覚えてないので、実質初めてに近いような気持ちで臨めるのではないかなと思います。多分あれかな、今あそこに映ってる赤いカウンターあると思うんですけども、あれオーストリアの国鉄みたいなんですけども、あれに乗って街中に行ったら今日泊まる予定のドミトリー近くて便利かなと思いますので、あれに乗って街中に行きます。いやー本当にノープランすぎて笑っちゃいました。なので人生何が起こるか分かりません。こういったイレギュラーも楽しんで過ごしていこうかなと思います。それではウィーンの街中行ってきます。券売機の前に着きました。言語を英語に変えて、どれだ、ビエナフローム、全然分からねえ、これか、分からない、ちょっとスタッフに聞いてみたいと思います。さてある程度使い方が分かった気がする。 To Vienna、 ん、違うとこしちゃった。 Back to Vienna、 ウィーン、あ、ドイツ語になっちゃった。 ウィーン、 ビエナ行きの一人で割引券は持ってません。乗るのが現在時刻16分なので、これにしようかな。3分で絶対行けないからこれかな、うん、これにします。これを買って、ファーストクラスは 12.6 ユーロですけども、ファーストクラスにする必要はない。よし、これであとはクレジットカードか現金を入れるだけで会計ができます。カードを入れて、券売機だとなぜかカード使えなかったので結局友人カウンターで購入しました。金額 4.3 ユーロということで500円ちょっとといったところでしょうか。20分ぐらいで着くみたいなので比較的街中に近いです。20キロぐらいみたいです。今回はこの列車に乗って向かいます。ドイツ語で書かれているので何て書いてるか分かんないんですけども、とりあえずウィーンの中央駅に向かって行きたいと思います。今回乗る列車ザルツブルク行きみたいです。途中のウィーン中央駅で降りるんですけれども、ザルツブルクとウィーンの距離感が全くわからん。さてどっちから電車来るんだろうな、それすらもわからん。こっちかな、それともこっちかな。出発まであと8分ぐらいです。なぬ、ここファーストクラスだ、移動しなきゃ。さて列車内に乗り込みました。以前2019年ドイツ鉄道を使っていろんなところに行った時思い出しました。残念ながらもうその動画は全て消してしまいました。探検来てるんですけども、食堂車、すげえ食堂車ありますよ。エジプト国鉄の食堂車に比べて比較にならないぐらいめっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。あ、いいね、いいですね。ヨーロッパを鉄道で旅するってのもいいな。この奥がファーストクラスになるみたいです。ゆったりとした座席が特徴です。いや綺麗だな、やっぱりエジプトの国鉄がねあれだったので。ちなみに料理はこんなものがあります。こちらがメニューになります。サマーメニュー、何があるんだろうな。もう、ほうほう、こういったサンドイッチ、クロワッサンであったり、
あとはフィッシュ&チップス的なやつかな、スープがあったり、これはご飯もの、パスタもの、いろいろあるな。 お菓子持ってるみたいですね。ジュースももちろん売ってるし、ドリンクも。And no, because I get off Wien Central Station. And you can have that coffee for free. So, yeah. Which coffee you like? Ah, no, I, actually, I don't like coffee. I don't like coffee. Sorry. Tea? No. Okay. Sorry. いや、コーヒーどうって言われたんですけど、残念ながら私ね、コーヒー、お茶あまり好きじゃなかったので、申し訳ないです。いろんな種類売ってるな。お水もちゃんと売ってるし、もちろん値段はねちょっと高めではあるんですけれども、ビールも売ってる。へえ、オリジナルグッズも売ってるんだ。二等車ですけども、シートピッチも広々使うこともできますし、テーブルもある。これなんだろうな、タブレットを固定するやつとかなのかな。テーブルもそこまで大きくはないんですけどもついてますし、スーツ引っ掛けるフックもここにありますし、あとはスマホとか入れるのに便利なネット。フットレストはないですね。ここにゴミ箱があるみたいです。さて、ウィーン中央駅着きました。半袖で気持ち肌寒いかなぐらいの気温です。昨日まで灼熱のエジプトにいたので少し寒く感じますけれども、これぐらいがちょうどいいですね。暑くもなく寒くもなく、いや、ちょっと寒いな。駅の外に出ました。なんか見覚えあるような、ないような、なんとも言えな。今日の宿はこっちの方です。あ、ダウン着てる。こっちの人、地元の人ダウン着てるんですけど、僕は半袖です。ダウンでもまあまあまあいいかなっていうぐらいの気温でしょうか。5分ぐらい歩けば宿に着くと思います。さて、今宵の宿の前に着いたんですけども、なんでだろうね、この人たち同じ宿の人なわけ。宿を出ました。若干寒いな。まあいいでしょう。なので長袖パーカー着てます。これでちょうどいいな。2015年の6月に来たことがあるんですけれども、その時の記憶がほぼほぼないです。なので何がどこにあるか全く位置関係分かってないので、とりあえず歩きます。歩いてなんか良さげなものあったら行こうかなって感じなんですけども、今いる場所、あっちが駅なんですけれども、特に何かあるってわけじゃないんですよね。このエリア中心部と呼ばれる歴史的な建造物は駅の線路を越えてさらに奥の方にあるみたいなので、歩いていくか地下鉄で行くか考えながら行きましょうか。とりあえずお腹空いたな。今日は何食べたんだろう。機内食しか食べてないな。あとラウンジちょこっと立ちなんだぐらいなので、何か食べれる場所に行ってみましょうか。ウィーンでは皆さん屋外ではマスクしてないですね。屋内ではしてるんですけれども、そんな感じです。エジプトでは屋内だろうが屋外だろうが 99% の人マスクしなかったんですけども、ウィーンでは屋内ではしてるな。もしかしたら屋内はちゃんとしてねというルールなのかもしれません。これが駅です。駅をそのまま通過してみようかな。反対側の出口に行ってみようかと思います。の前に駅中のスーパー、コンビニみたいなスーパーみたいなところがあるんですけども、覗きましょうか。わ、めっちゃ美味しそう。え、めっちゃ美味しそう。おお、こういったのも売ってますし、あとパンも売ってる。はあ、はあははあ、あ、ヨーロッパっぽいな。3ユーロちょっと、大体500円前後ぐらいでしょうか。あ、これ美味しそう。他にもパン売ってる。あ、パンは安いな、1ユーロ以下。へえ。あ、パンオショコラもめっちゃ安い。 0.59 ユーロ、100円もしないな。70円とかそれぐらいでしょうか。ケーキも売ってるし、とりあえずパンオショコラ買ってみました。でかでか、うん、味も最高にうまい。パン屋さんで食べるパンオショコラと同じクオリティです。これが 0.59 ユーロ、すごく安い。バターの味もしっかり効いてるし、ヨーロッパ基本的に物価高いですけども、これだったら安いですよね。ウィーンの市内交通の切符買ってみようかと思います。英語にして24 hours、 これかな。24時間使えるのが8ユーロぐらいだと思うんですね。8ユーロですね。これでバスと地下鉄とトラム乗り放題になるみたいなので、今回こちらのチケットを
買いましょう。果たしてカード使えるかな。カードタッチ、イエス、成功しました。どこから出てくる、ここか、下から出てきました。これが乗り放題チケットになります。それでは地下鉄乗ります。ちなみにウィーンでは地下鉄であったり打刻機と呼ばれる機械なんですけども、これに入れる必要があります。今回は24時間パスなので、ここを通した日付から24時間有効になります。基本的にこちらの電車改札ございません。抜き打ちでチェックされます。こんな感じです。これで進みます。結構深いところにあるな。ただウクライナかどこか行った時めっちゃ地下鉄深かったイメージがあります。核シェルターの役割も担ってるみたいです。今回使った切符ですが、一度あの機械に通してしまえばもう通す必要はありません。もしスタッフが来た時に見せるだけで OK になります。それ以降はフリーパス状態になります。ちなみにウィーンの地下鉄手動で開けます。そして手動で閉めるらしいです。地下鉄の出入り口を降りるとすぐドンと正面にあったのはシュテファン大聖堂という建物にあります。12世紀に付けられた建物で14世紀に一度建て替えているそうです。中に入ってみましょうか。実は土曜日ということで、中では今コンサート行われているそうです。すげえ。いかがでしたか、シュテファン大聖堂。すごく良かったですよね。今日は土曜日なんですけれども、夜の6時半ぐらいということで、かなり多くの人々が賑わっております。めっちゃ人いっぱいいる。すげえ。あ、これだ。多分さっき美味しそうな匂いしたの。このお店で何かお肉系なものを売ってたのかな。何売ってんだろうな。プレッツェル。あ、ジュージュー。あ、これだこれだ。お肉向こうなんか焼いてるぞ。これだ。犯人はこいつです。めちゃくちゃ美味しそうな匂い、ホットドッグ。前にドイツのクリスマスマーケット行った時思い出します。こういった感じの出店でいっぱいいろんなもの売ってたんですよね。札幌でもミュンヘンクリスマス市というイベント毎年やっているんですけども、今年は開催するのかな。いや、すごくいいな雰囲気。ほらほらほら、これも先ほどの大聖堂の一部ですからね。めちゃくちゃ高い、100メートル以上あるらしいです、高さ。ちなみにここで売ってるものは食べ物以外にもこういった宝石であったり絵なども売っております。他にもこれも宝石か、宝石が売ってて、
アクセサリー、革製品なども売ってます。バームクーヘン売ってる。やべえ、バームクーヘンめっちゃ美味しそう。いやー、おー、バームクーヘンうまそうやな。なんか見たことあるキャラクターな気がする。ただいま6時58分ですが、ものすごく鐘が響き渡っております。おそらくスファン大聖堂から聞こえてくるとは思うんですけれども、かなりの大音量です。めっちゃ美味しそう。チョコファウンテン、具材もいっぱい、フルーツ、いちご、マシュマロ、ビスケット、オレオ、いろんなものある。美味しそうだな。価格表がこれになります。ただドイツ語で書いてるので何が何だかようわからん。これ読めるな。バナナ、バナナが4ユーロ、いちごが 4.5 ユーロかな。これはバナナと何か、 4.5 ユーロです。先ほどとは逆側のシュテファン大聖堂来たんですけども、モザイク画がめちゃくちゃ綺麗。そしてここら辺には馬車がいっぱい待機しますね。通りなんか馬臭するなと思ったらここにいたんだ。なんだかこの雰囲気思い出してきた気がする。あ、やっぱりそうだ、正面に水汲み場所があるんですけれども、確かあれだよな、違ったら恥ずかしいんだけども、今ちょうど正面にある水色と銀色のマシンが思い出した。これやこれや、これ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 、お水お水、まあ、ただの水なんですけども、前来た時が2015年の5月か6月で、水冷たかった気がするんですよ。うん、臭みがなくて美味しいお水でした。思い出した、これよこれ、ウィーンといえばこれまあそんな有名ではないとは思うんですけどね。なんだかこれのイメージがとても強かったです。ではまだ奥に道が続いておりますので進んでいきましょう。何があるかまだ思い出せませんが、何か素晴らしいものがあることでしょう。周りにはレストラン、カフェなどもいっぱいありますし、なんといってもやっぱりこのヨーロッパっぽい雰囲気、これがたまらなくいい。今見てるこちら三位一体像といいまして、1693年に建てられたものらしいです。ペストが終わったことを記念してこちらのモニュメントが作られたそうです。続きましてホーフブルクと呼ばれる王宮です。最初に建てられた建物は1220年ぐらいに作られたということで、相当歴史がある建物みたいです。中入れるのかな、ちょっと行ってみましょうか。入れるかわからないんですけれども、行けるところまで行ってみましょう。いやーすごいな、この石畳の感じもヨーロッパっぽいし、まあヨーロッパに行ったら当たり前なんだけどな。お馬さん入れそうだな。何人か入ってる人たちがいますので、ちょっと私もこのまま入ってみましょうか。ベルギーとかスペインとか行った時もこんな感じの建物あったような記憶がありますね。中入るとお店もちょこちょこあるんだけども、閉まってるな。なのでここら辺一帯はちょっと暗いと言いますか、人はいるんですけれども活気はあまりない感じかな。めっちゃいい雰囲気じゃないですかこれ。ライトアップされてるのもまた美しいですし、空のこの夕暮れ後の暮れていく姿、すごく様になる。めっちゃいい感じ。皆さん日常の生活に戻ってるなって感じがします。おそらくオーストリアでもロックダウン等々はあったとは思うんですけれども、皆さんも街に繰り出していつも通りの生活を送ってるなって感じがします。いや日本はね、いつまであんな感じの生活が続くのでしょうか。今全然暑くないのにミスト出てる。これ真夏とかだったら嬉しいんだけどな、今は何も感じない。そしてこの奥クラブかってぐらい音楽鳴り響いてるんですよね。何があるんだろう、ちょっと行ってみましょう。
さてと入ってきました。マリア・テレジア広場という広場になっておりまして、先ほどいた王宮にまでこの音楽鳴り響いてたんですよね。果たして何が行われてるのかな。ちなみにこの広場、右側が自然史博物館、左側が美術史博物館になっております。先ほどの王宮にも民族学博物館であったり図書館であったり、いろんな資料が展示している建物があるみたいです。さて進んでいきましょう。なんだなんだなんだ、もう完全クラブよここだけ来て、音楽だけの感じで行ったら、もうただのクラブ化している場所って感じ。真ん中に DJ がいるのかな。ああいるね、 DJ いるね。ちょっと撮らせてもらおうかな。真ん中に DJ がいて皆さん踊ってるって感じ。すげえ。え、嘘でしょ。この場所でまさかのもの発見。アクアワールドオーストリアということで、見てください、水族館、即席の水族館になってる。すげえ。こんな感じでお魚さんが泳いでるんですよね。こっちにも水槽あって、ここも水槽でっかで、こっちもチョウザメとかなのかな、これツチザメだとかサメの種類、ナマズなんだろうな、これ。こんな感じです。先ほどのクラブ化してたあの広場の正面にもまた人だかりが。なんだこれ、みんなシックな色合いの服着てるな。なんだ、結婚式とかなのかな、なんだろう。でもチケット買うってことは違うよな。 MQ ビエーナファッションウィークということで、ファッションショーかな。あ、ファッションショーをやるのにチケットが必要とか、そんな感じかな。どういうことだ、全然わからん。多分ファッションウィークって書いてることなので、ファッションショー的なことをやってるんじゃないかな。めっちゃ並んでる。どういうこと。スタッフの人に聞いたらやっぱりファッションショーでした。黒い服がテーマのファッションショーみたいな感じらしいですね。そしてこの奥にもまだ何か行けそうな場所があるので行ってみようかな。おお、すげえ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 。どうなってんだこれ、すごく幻想的。何か吊るされてんだろうけど、これ、なんだ、どうやってこの色になってるのかが理解できん。布かな、布にライトが、あ、ライトが当たってんのか。あそこにライトがあるの、これがここに照らされてるって感じだ。へえ、すげえ芸術的。あ、色変わった、すげえ色変わった。あー、すげえな。ここにライトがありますので、さまざまな色の変化を楽しめそうです。で、こっちがレストランかな、レストランだね、うん、レストランです。うん、なんだ、なんか歓声がするぞ。この奥に歓声が聞こえるので行ってみましょうか。通りでこれ変だなと思ったんだけどもね、これ音もないのに拍手だけで、手拍子だけで何やってんだろうなと思ったら、みんなヘッドホンしてるんですよ。ヘッドホンの中で音楽がガンガン鳴ってて、みんな踊ってるって感じ。さっきは普通に音楽ガンガン流れてたところを踊ってたんだけども、これはもう周りに迷惑かからないというか、サイレントディスコ、すげえサイレントディスコ、確かにサイレントだ。 DJ も気持ちサイレントだけど、ちゃんとやることはやってるから、ヘッドホンの中にはすんごくいい感じの音楽が流れてるんでしょうね。いや、この光景バチですごいですよみんなヘッドホンして踊って歌って、だけど曲が全く聞こえてないから、ヘッドホンしないとこれついていけないわ。ここにヘッドホンの貸し出しがあるのか、ここにサイレントディスコ、あ、なくしたら50ユーロかかるよってことです。なかなか面白い光景を見せていただきました。こちら劇場なんですけども、やっぱりいちいちおしゃれですよね。次は地下鉄に乗ってまた次の場所行きたいんだけども、入れねえ、どういうこと、あ、
エスカレーターのところがすっぽりなくなってる。どっから行けばいいんだろう。地下鉄乗りたいんだけども乗り場がわからん。出入り口はどこだ。あった、逆来てた。せっかく先ほど道路の反対側にいたのにもかかわらず入り口は反対側でした。ご覧の通り門が完全に閉まってます。シェーンブルン宮殿という宮殿なんですけれども、とても広いんですよ。前に来たような記憶はうっすらとあるんですけれども、どんな建物だったかな、覚えてねえな。わざわざ来たんですけども、閉まってるので入ることすらできません。これだったら来なくてもよかったんじゃないかなと思ってる自分もいるんですけども、まあいいでしょう、入れねえなきっと。ちょっとだけ歩いてみましょうか。おそらく歩いたところで変わらないとは思うんですけどね。これが地図で今ここにいるんですけれども、わかりますよねこの広さ。どこ行ったんだっけな、前 5,6 年前に来たのが、あ、こっちの方だったような気するな。なんか入って斜面を登ったような記憶がうっすらあるようなないような。でなわけでここ行ったところで多分見えねえよな。こんな感じのところだと思っててください。諦めます。せっかくここまで来たはいいんですけれども入ることができません。はあ、諦めましょうか。てなわけでもう夜も遅いので宿に戻ります。おはようございます。朝になりました。朝の8時ぐらいです。昨日泊まった宿めちゃくちゃ良さげでした。めちゃくちゃでかいんですよ。そして普通のドミトリーだったんですけども、部屋ごとにトイレとシャワーついてたりだとか、あとは2段ベッドが2つと普通のシングルベッド2つっていう状況で、そのシングルベッドがもうくっついてたんですよね。でそのシングルベッドもちろん隣いたんですけども、なんと、まあ、今正面歩いてるあの女の子なんですよねびっくりした。チェコの女の子で英語話せなくて、どうしようどうしようどうしようみたいな、ここしかベッド空いてないしみたいなことで少しベッド離したんですけども、本来はもう少しこっちに滞在しようかなと思ってたんですけども、飛行機の時間早めました。本来は19時台の飛行機予約したんですけども、10時台の飛行機に変更したので、今回のウィン編はここで終わりになります。てなわけで今空港向かっております。駅の中に入りました。今回空港行きの電車に乗るんですけれども、ドイツ語表記で空港という表記にはなってないんですよね。英語表記にもならないんですけども、分かりやすいようにここに飛行機マークついてるので、今回は8時40分の列車に乗って空港に向かいます。これがないとどれが空港行きか全くわからないです。わ、すごい、これブダペスト、ハンガリーまで行くのか。ブラチスラバ、スロバキアか、スロバキア行きだったり、いろんなところに行く。あ、ミュンヘン行きもあるんだ。あとリンツ行き、いろんなところに行く電車が出てるみたいです。とりあえず8時40分の電車に乗って空港を向かいます。分かりやすい表記がありました。今回の列車 1,2,3,4,5,6,7,8 両編成くらいかな、なんですけども 9C から 9E の間に止まるよということで、今いる場所は 9A と 9B なんですよね。何名かあそこに立たれている方いらっしゃるんですけども、残念ながらここ空港行きは止まらないので、まあ、もちろんあの方が空港行きかは分かりませんけれども、空港行きはさらに奥 9C 以降からの到着になるみたいなので、その先に進んでみます。危うくエスカレーター降りて着いたところにいたら列車が止まらないという悲劇に陥るところでした。早めに気づいてよかった。発車の10分ぐらい前ですが、電車が入線してきました。これかな、いやでも違うだろう、違うな。こんな手前には停車しないと思うので、これはまた違うところに行く電車かな。いや違いました、私の盛大なる勘違いでした。この列車見たんですよね。40分出発はこれ見て ED、C だと思ったんですよ。よく見たらこれ9時40分なんですよ。私乗るのは8時40分なので、どうやら盛大に勘違いしておりました。というわけで今回こちらの列車に乗って空港に向かいます。先頭はファーストクラス1等車の車両になっておりますので、2等車の方に進んでいきます。電車が出発しました。今回の動画では急遽滞在することになったウィーンの様子をお届けしました。土曜日の夕方にかけての滞在だったので、人の数もものすごく多かったですし、めちゃくちゃにぎわってました。街中も屋外は基本みんなマスクしてないですし、室内はマスクするという、ここのメリハリが徹底してて、僕はこういったのいいなと思いました。エジプトは屋内だろうが屋外だろうが 99% ぐらいはマスクしなかったので、全く別世界に来たなっていう感じはしました。てなわけで今回ウィーン急遽来ることになったので、何の下調べもなく来たということもありますので、
おそらくウィーンの見どころをほとんどお伝えできなかったんじゃないかなと思います。久しぶりのヨーロッパだったので全然滞在はできなかったんですけど、満喫することができました。今空港に向かっているんですけれども、このフライトレビューに関してはこの動画の1本前でお届けしておりますので、そちらでご確認ください。果たしてこの後どういう風な展開になるのでしょうか。もう動画としては完成しているはずなので、結末は皆さん分かっているとは思うんですけども、私自身まだどうなるか分かっておりません。ちゃんと乗れることを信じて空港に向かおうかなと思います。というわけで今回の動画はここで失礼いたします。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の旅費は皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。今回はウィーンの滞在記お届けいたしました。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。